ここは五木宮歴史体験館です。ここでは雅楽の講座を開講しています。講座では雅楽器の中から龍笛を取り上げ、結婚式などでおなじみの絵天楽の演奏、さらに雅楽を伴奏に舞や歌謡を学びます。で、まあ、ここまで笛吹いとるな。ほんでここまで来たら、はい、ここまで来たらほいたらスーッとやめたらほいでええと思うな。五木宮十五夜観月会で2月から学んできた講座の成果を発表します。雅楽の演奏で観月の儀が始まります。祭王侍女が秋の収穫物を捧げます。その手順や動き、作法を学びます。指導は伊勢神宮雅楽の元雅楽長中口先生です。宮殿造りの中庭の特設舞台で、太陽は秋の収穫物の銀色に輝くススキを備えます。特設舞台は朝から準備をされ、組み上がった実際の舞台の上で進む方向や歩く速さなどの練習を重ねました。そして今本番で演じています。平安時代の流行り歌、西空にちなんだ歌詞に合わせて舞います。五木宮歴史体験館の龍笛講座生はこの日のために一生懸命練習をしてきました。
光栄舞、無事月の舞と